シグネクト奇襲は、ウィリアム王戦争中に起こった奇襲で、ニューイングランド軍がアカデアのシグネクト地境を襲ったものである。フランスとインディアン連合軍が、当時マサチューセッツ湾直轄植民地にあった、ペマキッドの砦を破壊したことへの報復であった。ニューイングランド民兵の大佐ベンジャミン・チャーチが400人の兵を率いて、 1696年の9月20日から9月29日までの9日間で赤いベンジャミン・チャーチ北米植民地戦争の第一弾であるウィリアム王戦争の期間中フランスとインディアンの連合軍は1696年8月のテマキッドの戦いで勝利していたこの戦いではフランス兵とインディアン兵がウィリアム・ヘンリートリデを破壊したがこの砦の建設には ニューイングランド民兵の指揮官であるベンジャミン・チャーチが力を貸していた。シグネクトのアカディア人たちは教会の入り口にフランス勝利の声明文を掲げた。チャーチはこの敗北に対抗して翌9月にボーバさんのシグネクト地境に壊滅的な奇襲をかけた。セントジョン川チャーチと400人の奇襲隊は9月20日にボーバさんの沖合に到着した。騎士についた。 奇襲隊をアカディア人とミクマク族が砲撃し、チャーチの副官と兵が何人か犠牲になったが、どうにか上陸を果たし、アカディア人たちに不意打ちを食わせた。一人のアカディア人がチャーチの前に立ちはだかり、1690年に自分たちが署名したイングランド王への忠誠の正門を見せつけた。その間に多くのアカディア人たちが逃げていった。 チャーチは何事にも聞く耳を持たなかった。教会の入り口のペマキッドの戦いの勝利生命を見つけた後は余計に聞く耳を持たなかった。彼は多くの家や建物を焼き、住民を殺し、家にあったものを盗み、家畜を残殺した。アカディア総督のビューボンはこう伝えている。イングランド人奇襲隊ハマる9日間ボーバさんにいた。 自分たちの船から物資を持ち出そうとはせず、それどころか木の幹のままでいるアカディア人たちに哀れみをかける素振りはしたものの、空っぽの家やナヤと一緒に彼らを置き去りにしていった。9日後、チャーチの奇襲隊はシグネクトからセントジョン側の河口に向かった。アカディア人捕虜を何人か連れていたが、うち少なくとも2名は釈放された。その8年後、チャーチはやはり、 アカディアのグランプレを奇襲し、可能な限りの残虐な襲撃を行うことになる。ありがとうございます。